エヴァン・エーガーはアメリカ合衆国の陸上競技選手。3000メートル障害北米記録保持者。コーチはジェリー・シューマッハー。ハリー・リー・ジェイコブ高校ではジェリー・シューマッハーに指示してクロスカントリーや1500メートルに取り組む。卒業後はウィスコンシン大学マディソン校に入学。1500メートルで結果を残してナイキとプロ契約を結んだため。 ポートランドへ引っ越して変わらず、シューマッハーに指示した。学業の方も継続して取り組み、ポートランド大学へ留学した。2012年に3000メートル SC に転校。同年7月20日には8分06秒81でアメリカ合衆国記録を樹立。ロンドンオリンピックは6位入賞。8月17日のダイヤモンドリーグストックホルム大会では3000メートルに、 出場し、7分35秒16の自己記録を出した。2013年のモスクワ世界選手権は5位入賞。9月6日のダイヤモンドリーグブリュッセル大会では5000メートルに出場し、13分02秒40の自己記録を出した。2015年7月4日のダイヤモンドリーグパリ大会では3000メートル障害に出場し、得意のロングスパートで後続のジャイルスビレッジを 引き離すも、最後の障害の着地でバランスを崩し転倒。ビレッジに逆転を許すレースとなったが、8分00秒45の自己記録を出した。世界選手権北京大会では6位入賞。2016年のリオデジャネイロオリンピックでは3000メートル SC で2位に入り、世界大会で初めて表彰台に上がった。2017年7月21日の、 ダイヤモンドリーグモナコ大会では3000メートル SG で8分01秒29で優勝。その年の WL でロンドン世界選手権に臨みロングスパートで逃げ切ろうとしたが残り1周でコンセスラスキプルトとソフィアンエルばっかりに対応されて3位に終わった。しかし世界大会に大会連続で表彰台に上がった。ありがとうございます。